はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、美脚になるためのハムストリング、いわゆるももの裏のストレッチを紹介しようと思います。このねストレッチしっかり覚えればですね、必ず美脚になることができますんで、必ず最後まで真似してみてください。で、このね前回美脚のためのエクササイズを紹介したんですが、それの後にねぜひやってもらいたいので、それとセットでですねぜひ覚えてください。その美脚のエクササイズを見てない方は動画の最後に貼ってますんで、ぜひそこから前回の動画に進んでみてください。では行きましょう。ももの裏のストレッチなんですけど、まずはですね、足を目いっぱいよりも少し狭くした状態で伸ばしていきます。で、まずはですね、右手は腰に置いて、右足のつま先を伸ばしたまま左手でしっかり体を倒していきます。胸をももにつけるつもりで息を吐きながらいきましょう。で、戻ります。また息しっかり吸って吐きます。で、今度はつま先をしっかり上げてですね、同じようにいきます。で、このつま先を上げるんですが、つま先が外を向いたり内を向いたりしないように、まっすぐ、つま先をまっすぐ自分の方に向くようにやってみてください。で、今度は反対です。2回ずついきます。つま先を伸ばして、左手は腰。右手でつま先の方に、太ももに胸をつけるつもりで。いきます。で、今度はつま先を上げて2回。といった感じで伸ばします。で、今度はもう少し広げていきます。で、同じようにいきます。つま先伸ばして、手は腰、体をしっかり横に向けて、ももに胸をつけるつもりで、しっかり吸って、つま先を上げて吸って、はい、反対もいきます。で、できればですね、つま先に手が届く方はつま先をしっかり引き寄せましょう。いきます。吸って、で、つま先をしっかり上げます。上げた時につま先を倒しては引き寄せましょう。もう一回、はい、今みたいにですね、伸ばした時にももが力が入ってしまうんですが、そのももの力をふっと抜くコツを掴んでください。力が入ればストレッチが効果的にいきませんので、できるだけ力を抜いて、息をできるだけ吐いて、体の力を抜いた時にふにゃっといきます。で、今度はですね、体重をかけて広げていきます。足が例えばこうやって広がる方は全然いいんですが、多分ほとんどの方はいかないと思うんで、まずはこういう体勢を作って、つま先を立てて手を両サイドに持ってきます。このままつま先を前に伸ばして体を倒します。手の肘しっかり曲げます。吸って、で、つま先を同じように伸ばして吸って、で、反対も同様にいきます。つま先を立てて、まず反対のつま先を伸ばして、このまま肘を曲げていきます。で、つま先を上げて、肘しっかり曲げます。この肘を曲げて、体を前に持ってきます。吸って。といった感じです。今みたいにですね、しっかりストレッチをすると、しっかりトレーニングができます。そして、ストレッチをやっている人というのは、筋肉が張りにくく、細くなりやすいです。なので、しっかりトレーニングとストレッチ、必ずセットで美脚を作ってください。今日もご視聴ありがとうございました。最後にね、説明欄じゃなかった最後に、前回の美脚エクササイズ、太ももの前側がね、張りやすい人でも、絶対に細くなるというね、ももの裏を鍛えるストレッチじゃなくて、トレーニングを載せてますんで、ぜひご視聴ください。